皆さんどうもこんにちは、ゆろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども FF の25の方で遊んでいきたいと思います。うわー飛んでんな。やばい、あんな冷たいので来てるんだ。大量生産されている人型の兵器だ。人間じゃないんだ。戦況ではなくなっちゃったんだ。なくなるだろうね、そりゃ。あんな感じでさ、わーってなっといてさ、じゃってなっといて、やばいだろ、普通に。誰が受け入れるんだよ。あれ見て。なんかめちゃめちゃ、どうした？これ何、なんか入れない系じゃない？ボート周辺は封鎖されているのか。あーね。じゃあ全員さ、迂回しようぜ。人じゃなくってさ、人型のってことだろう。こうなったらさ、誰が人間でさ、誰が人間じゃないか全くわかんないね。すげえな。マジか。うわあすげえ。こんな道あったんだ。もうあんまりこの辺知らないか。だって最初の方ってさ、もうマジさ、車さ運転して待っててさ、それ乗っててさみたいな。あとまあ最初もっと言うと押してたか。もう少し行けば。ああ。オートが見える場所に出るだろう。そう考えるとオート意外と丸見えだな。まあでもそんな隠してることないんだった。じゃあそこの方の方の。仲間にめっちゃぶつかっちゃうんだよ。ごめん、そんな予定じゃないんだが、しかし行ってくるか。これやばい、道がそんな分かってないとか合ってんのかな。このくらいなら片付けても。うわ、いるってめっちゃいる。普通にだよね。停戦もなんもねえから。マジか。そりゃいるよね、敵。いないわけないわ。そんなにああすごい、そういう感じか。上にもう乗ったと思ってるから今ちょっと焦ったわ。まだいる。どこ。あ、下下下上じゃなくて、あ、これ違うか。あの次のなんか目的地みたいなことか。た、ポスだね、オッケー。絶対これ真ん中だけしょぼいんだよね。タイムはまあタイミング出るけど、タイミングというかまああれにもよるけど、あー、オッケー。うん、あー、オッケー。たまにさ、ああいうさ、壁があった時ってさ、スケスケになってくれるパターンとさ、ちゃんとしっかり引っかかってさ、あのなんか壁がないところでやってくださいパターンあるじゃん。よかった、スケスケパターンで。うん、あ、危ない。このなんかさ、剣飛ばしさ、クーンって飛べるじゃん。これはね、なんかね、遠い方が、距離があった方が、敵となんか威力が強いっぽいから。近いとね、あんま、そんな入らないから、攻撃。いけた？オッケー。はい、次。やばいね。道があんまりよく分かってないけど、これ正解じゃなかったら、劇的に恐ろしいな。いけるか？なんとなく雰囲気に来てますからね。勝手な、こいつ。だけ送り込んでやる。だってさ、さっきさ、運んできてたじゃん。それいっぱいいるだろう。人間とかだったらさ、ちょっとあんまりギュウギュウだって嫌だけどさ、ロボだったらさ、ギュウギュウにしてもそんな、いやもうこの上がれねえから。ちょっと待って、これ、こうせたね、オッケー。じゃあいいや。オッケー。やばい、一瞬倒せたかどうか、本当にわからなかったわ。いけた？どう？もういい？はい、オッケー。うん？これ違うね、アップシフトだから。あ、上から追加できるパターンで、それは習ってない。普通だからか。いや、普段さ、それこそさ、左のさ、画面にさ、出てくるじゃん。S ランクとかさ、なんか D ランクとか。あれはなかったからさ、多分あるだろうけど、と思ったんだよなぁね。後から出てくるパターンもあるんだな。それは知らなかった。いけた？オッケー、ナイス。そうそう、こういうやつね。あ、ごめんごめんごめん。改造？へぇー。あ、そう考えたらやっぱシドすごいね。あの、車系だけじゃなくて武器も。まあでもわかる。あの、FF のシドってそんなイメージあるわ。そもそもの話。これさ、装備品ってさ、今さ、なんかさ、変えられんの？それで言うと。これってさ、ボス来んのかな？今のこう戦いの中で。それがな、よくわかんないかな。あ、増えてるけど、てか装備品さ、このアクセサリー系の話は1個しかつけられないのきついよな。もっとな、いっぱいつけられたらな、つけるけどな。あ、これの方がいいね。これは他はないか。なんでこのさ、3つ目のやつさ、ある人とない人いるんだろう。なんかあんのかな。よくわかんないけど、ないね。うわぁ、こういうのめっちゃ悩まねえ。なんかこれもいいし、あれもいいしなるんだけど、絶対なんかこういう時ボス戦とかあるじゃん。それまでにさすがに一回なんか振っとこうか。何にも振ってないから一番やばいからね。初期状態のままって結構エグくないか。いやまあ自分がさ、強ければさ、まあ仮にさ、なんか生きていけるだろうけどさ、まあ例えば、
攻撃力がめちゃめちゃ低かったとしても、まあ全く入らないことってベースないだろうから、時間かかるけど倒せたりとか、まあ、防御力がめちゃめちゃ低くても回避がうまかったら当たらないわけじゃん。まあなんだろう、絶対入る攻撃ってあるじゃん、なんかもうあの絶対回避できないやつ。そうだったら話別だけど、じゃないんだったら正直上手い人でもたまにいるよね。そのなんていう、もうほぼ初期のままで生きていくみたいな、なんか装備品とか技とか何でもいいけど、総合してあのもうあの初期状態で頑張って生きていきますみたいな、無理だよ普通に。あのバキバキに強い装備にしても全然前ないもん。なんかそれこそ何のゲームかごめんちょっと忘れちゃったけど、もう装備品をもうみんなのキャリーのおかげであのバキバキに強いやつにしてたけど、普通にね負けるときはやっぱ負けるもんね。だから関係ない、関係ないことはないけど、あのやっぱり腕前次第なところはある。まあもちろんこっちの今みたいな感じのゲームじゃなくて、あのコマンド入力系、戦うとかさ、守るとかをさ押して、あの勝手にゲーム内でやってくれるやつとかだったら、まあね、もうちょっと話変わってくるかもしんないけど、こっち系だとな、どうしようかな、あれだもんな。やったー、アクセサリー増えた、待ってた。でもさ最初にさこれにさ気づけなかったからさ全員は無理だったな。まあとりあえず一旦つけられる人につけておこうか。これな、絶対リソルトかな、 S になるわけじゃないからな、悩むな。まあけど真ん中のやつ以外は今のところはまあまあ青だからな、青たるに、こわ S だからな、こわ青ってなんすか、こわ今自分で自分に若干怯えたわ。でこれってさノクティス専用のさアクセサリーあるじゃん、他のキャラクターってないのかな、よくわかんないんだよな。まあいいや、とりあえず行こうか。勝てるよね、これ絶対村でやっとけって話だよ。でわかんない、もしかしたらこの動画を見て、あやんなきゃってなる人がいるかもしれないから。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、うん、当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレケカンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され、消すな、あ、ごめんよ、消したくなるよ、あやばい、大丈夫だからワンチャンノクティスたちを守るためにみたいなこと。そう考えたらさ、こういうところにさなんか堂々と現れちゃダメなの気がするけどな。砂ぼこりめっちゃえぐいだろうなこれ。あーすげえ、もう目開けてらんないよ多分。ゴルカ、無事でいるようだな。無事だよ。どうなってんだ今、どこに。外だよ、そっちに戻らない。なんか帰れないんだから我々。ああってなんだよ、なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、あれこれルーナはって、なんだっけ、最初の方になんか見つけた人。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。ハンマーヘッドってなんだっけ、場所の名前なくなられただろうな。てかじゃあやっぱり悲しいけど、それは真実なんだね。まずそこを動け。あいや会いたいけどね、全然知らないけどこいつと。やっぱ我々には真実を知る権利があると思うからね。けどそうか、父ちゃんやっぱり誰か将軍か。将軍すげえな、将軍いいね。ハンマーヘッドに行くって。うん、陛下、そうか、そうだよな。だってもうノクティスとかもさあれみたいな報道出てるからさ、ワンチャンそうだよな、国王陛下もと思うよな。あークエストコンプリートできたのいいけど、あーなんかちょうどにキリがいいところで終わったっぽいけどな。この動画はまだ終わりません。いつそんな長時間あるわけじゃないけど、これからじゃああと1時間続きますかと、まあまあビビるけどね。でまあ一本でめっちゃ長い動画出してみてもいいけどね。でもね、撮れるかどうか怪しいんだよな、そもそもの話。ああ、もうでも繋げるか。最終的な話。短いのと短いの。めんどくさいぞ、それ編集とかさ。いろいろ、こう考えるだけちょっと疲れるからやめておこう。うわ、チャプター2。再起。ああ、そうだよな。ドル。おっと。ああ、姫か。そうだね、ルナーフレーナだね。かわいい。
あれこの犬そうか、あのお届けね来てくれてた名前なんだったっけ、マーロみたいなやつね。この犬さどれぐらいしてるんだろう、誰、何悪いやつじゃね、誰、え、何誰、なんとかレベル書いてる。おっと美人のお姉さん発見、なんか白と黒っぽいね、すごいな、何者なんだろうね、姫の護衛的な、わかんないけど、まあ、あ、ね、力を求めて急に、まあそうだよね、大事だよな、警護隊ほど機能してねえんだ。ああ将軍が外に出るというくらいだ、中やっぱ将軍何者なんだろう、将軍のあの情報がないから全然わかんないな、これだけでかい騒動だから、これから俺たちどうするの、まずはハンマーヘッド、まあそうだな、一回ハンマーヘッドに行ってみて、誰だったっけ、コルに話、あ、将軍か、将軍に話聞かないとね、状況が分かんないもんね。イリスからも伝言があった、何人かとレスタルクに向かってる、うん、無事なんだ妹さん。ああ姉ちゃんいるの、あっちは妹のどっちだって今分かんねえわ、死亡説はありがたい、追っても派手に動けないだろう、帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。あ、ハンマーヘッド着いた。さあどこにいるかというと、シドニーじゃね、これシドニーって毎回あんな堂々といたっけ、これイベントが発生するから何系だっけ、ちょっと絶妙に記憶ないけど、よいらっしゃい、あー始まらなかった天気も悪くて始まった、わかんねー、すまない、天気関係あるか、用事があるからってもう出てったよ、これ話は俺もめっちゃ動けないけ、ジージに伝えてあるみたい、来るって聞いたからずっと心配して待ってたんだ、ありがとう心配してくれて、あ、最初にシドに会うんだね、わかった、ということは先にちょっとシドに話しかけに行くところから始めよう、というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました、チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします、またねー。